こんにちはマーケット担当の永江優子ですあの円安から本決算の取材に突入しましてまあ、気づいたら5月が半分終わっているということに今衝撃を受けておりますでさて今回の本決算注目点が非常に多い内容でした2024年3月期は去年夏頃から企業の情報修正発表が相次いでいたこともありましてまあ、着地非常に強かったですまあ、2桁増益は当たり前でさらに株主還元の追加発表もありました 一方で2025年3月期の見通しを見ますと結構厳しい数字が多いんですよね、まあ、そこで今日は今回の本決算のポイントを振り返りつつ今後の注目点をまとめたいと思います主にお伝えするのは次の通りですまずは2024年3月期の決算を振り返ります3つの要因が歴史的な好決算を作りました続いて2025年3月期の業績予想の特徴を分析します まあ厳しい見立てとなっているのは2024年の話題になっている二つの要因がありました。まあ厳しい業績予想の発表が相次ぐ中で多くの企業は強調していたのは構造改革です。まあさてこの構造改革マーケットはどう評価したのでしょうか。以上三つのポイントでお伝えします。 まず、二千二十四年三月期の決算がどれだけ好調だったかを見ていきます。こちらのデータはですね、S.N.B.C 日興証券がトピックス採用銘柄のうち三月期の決算企業の業績をまとめたものです。 伸び率もすごいんですけど実は各項目すべてが過去最高なんですまあ自動車などの輸送用機器や電気ガスなどの企業の高決算が大きく影響していましてまあこうした企業を中心に日本企業の収益力が大きく向上していることがわかりますではこの高決算につながった要因は何なのでしょうか一つ目は値上げによる収益力の改善です 2023年は本当にいろんなものが値上がりしましたよねまあ、世界的にインフレが進み原材料コストが上昇する中で企業は利幅を確保するために値上げに踏み切りました例えばこちらのキッコーマン2023年に醤油やタレなど幅広い商品の値上げを実施しました その結果、2024年3月期の売上高にあたる売上収益は1年前に比べて7%増えましたそして、純利益は29%も増加していて11期連続の過去最高益でした、まあ、消費者としては値上げで少しでも安い商品をと思うんですけれども、まあ、そうした影響で売上が伸び悩む企業もあるんですが、まあ、原材料費などが上昇する中で値上げによって収益力が改善した効果が大きく出ました。 2つ目は円安です。2023年3月期の時も急速な円安で企業の業績を押し上げる材料となりましたが、2023年もすごかったです。まずドル円の動き見てください。こちら2023年4月はですね、130円台だったんですけれども、どんどん円安が加速しまして、今年3月には151円90銭台をつけました。まあ、こうやって見るとすごい値、ね、動きですよね。 今年に入ってですね、私は為替の取材をしすぎまして、あの2月にドル円が152円をつけたという夢を見て飛び起きた記憶があります。まあ、この円安は自動車や機械などの輸出産業や海外の売上高が多い企業を中心に業績の大きな追い風となりました。例えば三菱電機です。2024年3月期の業績予想を発表した1年前に設定した想定為替レートは1ドル125円だったんです。 まあそれが円安が進んだことで結果として為替レートは1ドル145円20円も変化したことになります。まあその結果円安で2024年3月期の営業利益は480億円も押し上げられました。まあ営業利益1年前に比べて25%増え過去最高益を更新しています。そして最後は政策保有株の売却です。 まこれは東京証券取引所が求めている資本コストと株価を意識した経営の対応策の一つで、まあ、クオーターごとに決算が発表されるたび本当にいろんな会社が発表していました、まあ、特に去年春からです、ね、日本株が大きく上昇していた中で政策保有株の売却というのは特別利益という形で上場企業の純利益を大きく上げる形になりました。 ここまで3つの要因紹介しましたけれどもこうやって振り返ってみますと本当に好条件が揃った決算だったなと思いますマーケットの関係者ともいろいろお話をしたんですけれどももう口を揃えてできすぎた決算だったと言っていましたただですねこんな明るい話題は続きませんこちら2025年3月期の業績予想をまとめたものになります2024年3月期と同じく s M b c 日興証券のデータを使っています ま売上高と営業利益は増加しているんですけれども、前期ほどの勢いありませんよね、まあ、そして経常利益と純利益はマイナスなんです、減少する見込みになっています。まあ、このデータは途中集計段階なんですけれども、このまま純利益がマイナスのままとなれば、ですねコロナの影響が出始めた2020年3月以来のマイナスとなります。まあ、ちょっと厳しい決算ですよね までこういった厳しい決算からこう別に視線を向けてもらうためなのか今回自社株買いの発表や配当成功の引き上げといった発表が本当に驚くほどありましたまあ、正直前期が出来ぎの決算だったこともあるのでこの実績を上回るハードルは非常に高いという面もあります、まあ、ただ厳しくなる要因は他にもあるんです一つは前期の好決算の縦役者となった為替です こちらはです、ね、先ほどお出ししたグラフよりも少し長い年限のものを用意しました円安の押し上げ効果は2022年から起きていたんですけれども実は年ごとに様相が異なるんです例えばですね2022年っていうのは秋に円安が最も進んでここで政府と日銀は為替介入を実施しました、まあ、その後アメリカの長期金利も落ち着いてきたので円高になっています なので企業はですね、2023年に再び円安が加速するとは思っていなかったんです。例えば先ほどの三菱電機のように年度の初めでは想定為替レートを120円台に置いている企業が多かったんです。まあ、基礎の想定為替レートとの差がこの業績の押し上げにつながったんですね。ただ一方でですね、2020年っていうのは足元でまた円安加速しています。これ企業が基礎の予想を作成する時期でも歴史的な円安水準のままでした。 なののでで今回の想定為替レートを見るると実は140円台に置いていいて企業が結構多いんです、まあ、これで円安がどんどん進めばですね前期のようにこう円安による押し上げ効果というのが見込めるんですけれども4月に大きな変化がありました一時160円台をつけた後に政府と日銀による為替介入が実施したと見られる値動きがあったんです、まあ、これを受けてですねドル円相場少し落ち着き取り戻していますよね。 ただ裏を返すとこの円安による業績の押し上げ効果があまり見込めない環境となってしまいましたこちらに主な企業の想定為替レートをまとめました140円台が多いですし150円台という予想もありますよね特に市場で驚きを与えたのがトヨタの145円です まあ、トヨタも含めて、まあ、企業は足元のこの相場動向を見て、機械的にこの為替想定レートを作っているということなんですけれども。まあ、今後、日銀やアメリカの F. R. B. 連邦準備制度理事会の金融政策の方向性次第では。円高になるリスクもあります。まあ、そうなると、円高による業績の押し下げも警戒しないといけないんですね。まあ、そのため、マーケット関係者は、まあ、トヨタは円安による押し上げ効果よりも。円高リスクを警戒しないといけない銘柄になったと言っていました。 そして今期の業績が伸び悩む2つ目の要因は賃上げです、まあ、これは自社の従業員に対するコスト上昇分だけではありません、まあ、今回の決算ではサプライヤーなどの取引先が賃上げをできるような環境づくりを支援するために仕入れ費用などのコストの上昇を織り込んだ企業が多かったんです例えばドライバーの賃上げなどで物流費の上昇も見込まれているので物流費の上昇もコスト負担要因として目立ちました 中小企業庁は取引先への価格転嫁が進んでいるかの調査を今強化しています価格転換の進展次第ではこうした費用負担がさらに拡大して業績を押し下げる要因になる可能性もありますこうした厳しい環境の中でいろいろな企業の決算説明会でよく聞いた単語がありますそれが構造改革です まあコスト上昇などで経営を取り巻く環境は厳しくなる一方、まあ、投資家の企業の収益力に対する要求は高まっています、まあ、外部環境の厳しさを理由にしたこう低収益体質の放置というのはもう許されない時代なんですね、まあ、そして稼いだ資金を成長投資と株主還元それぞれにどう振り向けるのかその説明内容も注目されていますなので収益力を向上させるための施策やキャッシュの使い道についての説明に力を入れるのが当たり前になってきました でもこうした政策を発表しても評価に値する内容でなければ意味がありませんそこでマーケット関係者4人にですね今回こうした改革に言及した企業のうち評価できる企業と評価できない企業を選んでもらいましたまとめたものがこちらになりますまあ、厳しく評価してもらうために匿名にしました いろんな業種あるんですけれども、具体的に各企業の取り組みの何が良くて何がダメだったのか、それぞれの評価ポイントを見ていきたいと思います。まずは証券キャナリストの A さんです。良かったと評価したのは三越伊勢丹ホールディングスです。三越伊勢丹ホールディングスは今回、伊勢丹新宿本店などの百貨店周辺のまちづくりに向けた不動産の再開発に5000億円規模を投資する方針を明らかにしました。 A さんはこの保有資産を有効活用した投資戦略がインフレ時代にマッチした戦略だと評価したんですインフレ時代っていうのは保有資産の価値が値上がりしますまあ、下手に売却しないでこのインフレ効果を企業価値向上に生かすのが有効だと指摘しました 三越伊勢丹ホールディングスは保有不動産を売却したキャッシュで株主還元に動くのではなくて企業価値向上という本質に本気で向き合おうという姿勢が前向きな内容でいいと評価していましたちなみに対局的な戦略として酷評していたのは西武ホールディングスですね赤坂プリンスホテルの跡地に建設したこのビルの売却を予定しているんですけれども A さんは株価の動きを見てもダメな戦略ですねと指摘していました。 一方で評価できない銘柄に選んだのが NTT です。どこがダメだったのかと言いますと、こちらご覧ください。決算説明会資料なんですけれども、こちらの中に NTT のグループ参加、NTT ドコモが立ち上げる新会社の内容が書いてあります。A さんから見てこれ内容がイマイチだと感じた点が、この次世代インターネットの Web3 に関わる基盤を開発してサービスを海外展開するという部分です。 市場としては生成 AI や AI 向けのデータセンターなどの話題が注目されているのになぜ今話題性が薄い Web3 なのか、まあ、空気を読めていないと指摘していました、まあ、中途半端なこの成長戦略しか描けないのであれば株主還元を増やしてほしいと指摘していました1人目から厳しい評価になりました、まあ他の人がどんな評価をしているのか気になりますよね。 動画の後半ではマーケット関係者の評価ポイントについて引き続きお伝えします。